ですね、ちょっと晩ご飯とかですね、あとはなんかタルトみたいなの焼く、多分ジャムみたいなものをですね買おうと思ったんですけど、なんかスーパー結構閉まっててですね、困ってますね。ちょっと今別のスーパーを探しに向かって歩いてるんですけど、僕困っちゃいましたね。それ僕困っちゃいます状態ですね。こう寒いと思い出すんですけどね、去年の冬かなに、なんかね、なんていうの、ペンタブレット買ったんですね。ペンタブレットを買ってなんか注文して届いたら、その日むちゃくちゃ寒くて、外が多分マイナス22度とか23度とかすごい寒い日だったんですけど、届いた箱がむちゃくちゃ冷たくて、でなんか開けたらですね、あのペンタブレットがガチガチに凍りついていて、というかそのペンタブレットがですね、ひん曲がってたんですね。ペンタブレットがひん曲がって、その何、なんかありえないんだけど、本来はなんかその膜みたいなのが浮いていて、もう完全になんていうの、これはもうダメになってるなって感じだったんですけど、意外とその後ですね、温めたらまっすぐになって使えるようになったっていう話。あ、そこにマクドナルド協会が、あ、見えますかね、あそこは聖マクドナルド協会ですね。はい、ハンバーガーの総本山です。